ミンゲチェビルはアゼルバイジャンのクバカチュマズ地方の都市である。2015年の人口は約10万人で4番目に大きい。都市を分断する倉川の水力発電所から光の都市として知られる。この地域には何千年も前から人が住んでいるが、市政は1948年である。第二次世界大戦で捕虜になったドイツ兵が収容されていたミンゲチェビル工芸機関がある。 スキタイの金の帯南像の骨ミンゲチェビル、教会群から発見されたカフカスアルバニア王国の十字架アルバニア文字が刻まれたカフカスアルバニア王国の台座紀元前3000年頃、すでに定住がいた。紀元前2世紀、カフカスアルバニア王国が成立した。紀元前1世紀、ポンペ将軍率いるローマ帝国軍とオリスを率いるカフカスアルバニア王国軍が現在、 ダムがある倉川の丘で戦った。17世紀、オスマン帝国のエブリアチェレビは、ミンゲチェビルを訪れ、ボズダグ山の近くの倉川の丘に大きな町があると述べた。モスクの他に、天使、絹服工場、公衆浴場があった。大通りは、死者の道と呼ばれ、中東の大都市と繋がっていた。1930年代中頃、 水力発電所の建設に先立って人類学者が調査を行った。第二次世界大戦によって調査は中断された。戦後、すぐに水力発電所の建設が始まった。国中から2万人の労働者が集まった。その半分はドイツ人捕虜だった。1948年、死に昇格した。 http://rupino.com コロンススララッッシシュュスラッシュ,ッシ,ュ,ーーッッシ,ュシティありがとうございます。